A ナンバー8樹海ナンバー9っていう37 AJ ユナイテッドということで、どこを向いたらいいか分かりづらいあれですね。鏡でやってるみたいですよね、はい、ということでですね、はい、カナダにね、はい、来ましたよ、とうとう。いやーすごいんですよ。ちょっとね、まず部屋をご紹介して、はい、で僕ら今回ちょっと昇格したんですよ。昇格組です、一応あることでちょっと昇格したんで、それもね、はい、ちょっと見せていけたらと思います。いということで、はい、樹海さんの部屋がこちらになりますね。ちょっと入ってみますか。どうぞ。樹海さんのね、今日の部屋です。はい、あ、広いっすね。どんぐらいですか、広さ。あ、広い、めっちゃ広いっすよ。なんか扉がめちゃめちゃ多いんです。あ、じゃあお疲れした。おう、お疲れ。また後でな。はい、何ですか。なんかご高齢だよね、そこ。うち。そうだよね、そこあんた。そう、そっちね。あ、こっち？あ、こっち？なるほど。そっち何？いや、こっちは通路よ。通路ね。ということで、ルームツアー行きます。行きますか。こんな感じです。いや、広いな。いや、広いね、これ。めちゃめちゃ広いぞ。で、ここが、樹海さんのベッドで、はい、こちら私のベッドですね。そうっすね。いいですね、なんかオーストラリア思い出すな、これ。すごいいい眺め。9階だもんね。9階っす。雪がちょっとね、残ってるんだよね。うん、やばい、やっぱ滞在してる期間で降ったりするのかな。うわ、めちゃくちゃ高い。てか景色めっちゃいいぞね。いや、これがカナダよ。街並みもすげえ白一色というか、うん、あんま人いないんだよな。車めっちゃあるんだけど、うん、いやー、ということでと、はい、あ、そうだ、樹海さんの部屋こっちか。あ、俺そここっちやった。じゃあ俺まだ見てないわ、自分の部屋を。だよね。あのね、しかもここじゃないんだよ、ここなんだよ。あ、そっち。これが樹海さんのベッドですね。はいはい。いや、広いよ。広いよね、今回。広い。おお、すごいじゃん。完全に伸ばせるわ、足を。じゃあお疲れ。じゃあとでまた6時か7時ぐらいになったらちょっとご飯食い行こう。お前ここに俺が居座るってことはトイレ行けねえからな。何トイレって。トイレ何の話。これよ、ワークチェアじゃないの、樹海さんの。じゃねえだろ。どう考えてこれがワークチェアなんだよ、お前。ワークするスペース小さすぎだろ。あ、ここテーブルですよね。そうだよ。そうだよ、ね、もしこれをワークと見立てるんだろう。そうですよね、これ。座ってここでパソコンで編集ですから、今日。いや、コンセントねえします。うわ、いいっすね。いいモニター使ってますね。これモニターじゃねえんだよ。あ、違うんだ、これ。絵だろ、どう見たって。いやー、ということで。どっちと？はい。じゃあまた後でね。おう、だからトイレ行けない。はい、ということで今回なんと私たち、はい、昇格しました。で、何が昇格したのかと言いますとですね、こちらですよ。 FIFA モバイル、はい、ウェルカムと書いております。ということで今回FIFA モバイルさんのおかげで今ここに入れるわけなんですが、はい、ありがとうございます。見てください、 A ナンバー8、そして樹海ナンバー9ということで37。37はもう過去の栄光か。だ、偉い人のおかげでナンバーが上がったわ。そう。ということで、前回まで僕が FIFA のユニフォームだと22番。はい。で、僕が37です。185だっけ。お前、その番号逆に見ますかよ。まあ、2桁の番号だったんですけど、ね、今回、希望番号が、うん、見事通らせていただいたというか、多分ものすごい審査があった上で決まったことだとは思うんですけど、僕のね AJ ユナイテッドの背番号と同じ8番をね FIFA さんからいただきました。で、樹海さんは855番で。待てよ、お前。俺9希望してたのに9も入ってねえじゃねえかよ。そしたら9番ね。9番です。そこでちょっと見ていきますか。いきますか。てか、わざわざ今回のためにこんなさ、これ一応今回のスケジュールですからね。普通どっかのパンフレットみたいになってるけど、これ。でかでかとネイマールのね。うわ、かっけえ。見て、もうこれよ。うわ、名前付きね。しかもよかったね、お前好きな緑。樹海。ということで、5、4、3、2、3、4。せーの、かっけー。かっけーよー。しかも俺の好き
きな濃い緑だこれ。かっこいい。で、表が胸元には EA スポーツ、そして FIFA モバイル。うわーいいね。いやこれはかっこいいぞ。ありがとうございます本当に。いや偉い人のおかげでね、サイズもぴったしになりましたわ。樹海さん XL だっけ？XL はおかしいです。 6L？ お前それ大きなサイズってか。大村用品店。そうです、お前大村用品店一回も行ったことねえわ。ということで、僕らということで EA さん、はい、6L なんですよ。なわけねえだろ。背番号は1070なんですよ。また上がったね。4桁はいないんじゃない、さすがに。首都高と同じ値段の番号ということで。若い野郎お前、確かに馴染みはあるけども1070つけたらダサいだろ逆に。こういうことでめちゃかっこいい。うん、いやーいいね。カナダにね着きましたので、これからどんどん動画上がっていくと思います。そうっすね。ありがとうございます。お前モバイルさんのおかげな。俺に礼を。悪いな。だからモバイルさんのおかげね。本当にありがとうございます。じゃあ最後にちょっと一言。はい。6L ですからね。お願いしますね。あと1070番なんで。その1070番は高速の料金ね。ということで、この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。